見峠ってどこにあるのかなと思って。木の見峠？木の見峠って言うんですかね。この木の見峠か木の見峠か。木の見峠なら今のおトンネル抜けたら、はい、どっちが来たの？はい、北から来たんですけど。北から来た？はい。山の方から。あ、北からね。あの、江南の方から。なら、そこのあれでトンネル抜けて三河上がっていくと、あれで木の見峠ね、あの、あ、そうなんですか。峠があるよ。右側ですか。トンネルの中を通るなら、短い。あ、そうそう、昔のトンネルね。そこよ。あれは通れるか通れんか分からんだわ。あ、そうですか。道路の、あの、トンネルの向こうでよ、濡れてんのよ。あ、俺だ、通っちゃうよ。とか出て、ピューッちゃう。そうですか。あ、その、古いトンネルと、うん、あの、峠はまた別ですか？峠はあそこ通るんだけど、はい、あそこに、ね、あの工事やったら、向こうから上がってくると。でカーブのとこで、こういう右に入って、左に入ってくるのに違ったら、ここをここに。あの、新しいトンネル抜けて、うん、あの、お宮さんのそばを取ってくると、ここ、ここ上がってくると、ここ入ってくる。うん。うん、これでちょっと行くと、お尻山上がってくるけど、この道はぐりーっと回って、この下を通って、この今の峠が上がっていくわけ。ああ、そうお寺さん、お宮さんがあるな。新しいトンネルの、うん、南の方ですかね。うん、もっと下の方だ。ああ、そうか、うん。ここで、あの、山村城入り口って書いてあったら、左側に。あ、はいはい。うん、あの、すぐ下にこの道があるんだ。うん、あ、じゃあ新しいトンネルまた向こう行かんけ、うん、で、まっすぐ行くとあの新しいトンネル入るわ、はいはい、うん、ここちょっと入るとぐりーっと回りながら上上がってくるんですよ。新しいトンネルまた戻って、うん、で右ですか。うん、下から来ると左へ入ってくる。あ、左へ、うん、あ、わかりました、はい、うん、はい、通るとちょっとわからんわな。他に草が生えとるが、あ、そうです、綺麗にしてないな、まだ今どう、あれとこ何、え、でこれナビ見ながら飛んでくるの？ナビにないですけど。ナビやね、これは。これね、カメラ。カメラか。何の、木の実と、あの、あれは、あの、あれは、歌にあるわの。あ、そうですか。僕ね、知らなかったですけど。うん、あ、ここはよ、あの、このお宮さんがこの、あれあるんだ、向こうに。はい、ここまで行く道があるんだよ。こっちは、本当はあったんだけど、はい、崩れて、向こうに道あるよ。誰なんか通せましたね。うん、まあこれ向こう行くとガタガタになってるもんね。山の中入らんなもんね。これだからヘボツゲに入るもんね。ヘボツゲ、あ、ツナコ知っとるな。うん、ね、去年、まあ、この掘ったもんね。8頃つけといて。はい、